彼はまだ一口ルマンドを知らない。チョコと思いきやチョコ後ゾクゾク驚いた。これこそが一口ルマンド。知ってしまったね。姉ちゃんが心配してたぞ。母さんが？何があったか聞かないの？聞かないよ。なんで？君はさ、ちゃんと自分で答えを出せるやつだって僕は知ってる。自由に飛んでけ、そのボールのように。はは。チョコ、のち、ザクザク。ブルボン、一口ルマンド。持ち運びにも便利。よーい、アクション。これこそが一口ルマンド。カップ。はい、カット。ゾクゾク。カップ。はい、キャッチボール大丈夫そうですよね。はい、はい、自由に飛んでいけ、そのボールのように。それですね。アクション。姉ちゃんが心配してたぞ。母さん。贅沢ルマンド、エチオピアモカ。じゃあ、アクション。ブルボン、贅沢ルマンド、エチオピアモカ。進化されます。はい、カット。おー。ちょっと大事だけど、つまんない。私、柔らかい表情が。じゃあ、ちょっと見て。はーい。うん、バッチです。そう。はーい。はーい。はい、おいっ子は見かけよりも繊細だ。それはまるでチョコに見えて中身はクレープ生地の一口ルマンドのようだ。なんか難しかったです。今までと勝手の違うマスター、新たなって言っていいのか分かんないですけど、別の顔が見れた気がして探り探りやってましたね、でちゃんと見てる人の記憶に残るを買ってみようって思ってもらえるようなものになればいいなと思って、うまく投げようとも思ってなかったんで何も考えてなかったですけど、100点でじゃあ嫉妬はなかったんで100点で。頭の中もお腹の中もルマンドでいっぱいです。僕の甥っ子らしさと智也さんのおじらしさっていうものが本当にすごくいいと思うのでそこに注目して見てほしいですね、はい、10年前に野球やってまして、久しぶりに投げたんですけど、なんかちょっと感覚がもう蘇ってきて懐かしい感覚になりました、ね、100点です。エチオピアモカっていう名前の通りですが、コーヒーの香りがファッと香ってくる
ただスイートなだけじゃない、なんか今までともちょっと違うほろ苦さもあるような非常に上質な大人のっていう感じが食べてしましたね、うん、すごく新しい感覚だなと思いましたし、コーヒーの香りがしまして、本当にこうちょっとまろやかでちょっとクリーミーな感じな、ほんのりこうちょっと甘くてちょっと鼻にこう香りが抜けていく感じっていうものがすごくしましたね。どうやったらあんなに色気を出せるのか、それはちょっと教えてほしいですね。普通にこうただ歩いてるだけでもちょっと色気が出てしまってるじゃないですか。髪の毛がこう歩いてる時にちょっとふさっと揺れる時あるじゃないですか。ああいう時とか、あとこうちょっとこうクッと髪の毛をこう自分で直した瞬間とか、意外とボケます。智也さん、普通に一緒にプライベートで一緒にいる時にちょっと僕が突っ込んだりとか、僕をこうよくいじってくださるんですよ。で最初まあやっぱドラマで智也さんと出会ったんですけど、ドラマまあ撮影してる時とかやっぱりこうまだね、先輩と後輩ですし、僕もなんて言いますか、そんなに仲良くはなかったと思うんですよね。なのでなんか徐々に仲良くなっていって、智也さんのこうちょっとそういう僕をいじってくれたりするところはちょっと意外だなって思いました。僕の家で智也さんが一緒にご飯食べに智也さんとご飯を食べました。はい、ゲーム一緒にしたりとか、豊洲に行きたいです。築地も豊洲もどっちもこう行って魚食べたことないんで、東京生まれながらちょっと朝から行ってね、お寿司食べたりできるみたいじゃないですか。まあ、美味しくいいものが安く、サンマとかあんのかな、やっぱ秋だ。ない、ね、あるない、どっちある、ない、知らないなんかでも、まあ、鮮度いいでしょうからね。あんまり一般にはこう鮮度の問題で流通しないものってあるじゃないですか。そういうの食べたいですよね。最近ちょっと秋と冬の変わり目っていうものが少しちょっとだけ短くなったじゃないですか。体で、あ、もう今日秋来たって思ってすぐ秋の服を着たいです。ファッションのこだわりは特にないんですけど、この間は秋を気づくのが遅くなったので、ちゃんと秋をすぐ感じて秋の食べ物食べたりとか、その秋を満喫したいなっていうのはありますね。突然ですが私からクイズです。今回の CM ではおじとおいっ子の休日を描いた内容となっておりますが、最近の私は休日どんな風に過ごしているでしょうか。私のことよく知ってる宮瀬さんならご存知ですよね。本気で当てに行きたいんですよこれ。何個かダメですか。何個か、2個ぐらいいいですか。ズルですけど、はい、最近の休日は、ま、そんなに外出てるな。はい、ゴルフに行っているか、僕と2人でゲームをしている。正解は主にストレッチマットの上にいるでした。すいません、友達さん、さすがに分かんなかったです。僕も真似してみます。